は、世界と二人セゾンの時に行って、平手さんは多分二人セゾンの時に行きました。で、不協和音をね、だからね、そこからね、ちょっとね、大人になるじゃないですか。その高校2年生になって、しゃ2年生になるからめっちゃいけるぞと思って、不協和音めっちゃいっぱい買ったら受かって、握手券全額のやつだったから、ちょっとあれだった、ずっとそこにあるんですよ、悲しい。そう、二人セゾンの時に梅村りなさんとしたくて、握手をって思ったら、多分その日が欠席されてて、体調不良で、だから行けなかったんですよ。そう、もう二人セゾンの時点で当たらないんですよね。怖くは投げても、そんなね、ちょっと投げたぐらいじゃ当たらない。かのバイトですか、したことない。枠取れんとかある？え、取れないですよね。全然取れなかった。定額制、いや、行くみたいな、分かったみたいな感じです。小遣いとかじゃなかったかもしれない。山口の放送でもパン押してた。違うよ、それはなんか勝手にパン押しだったんですよ。あっちの山口の FM 山口のラジオの方がすごい、もう好きな食べ物はパン、私の体はパンでできてますみたいな謎な紹介をするから、私はいつからパンでできてるんだと思いながら、めっちゃ恥ずかしかった。どういうことだ、そんな19歳になって、そっちの体はパッてできてますみたいな、そんなより変なこと言わないからと思って。すごい感想さ、ほんとね、ぜひ食べてみたいです、はい、ではね、続いては好きな食べ物はパン、うん、変化球は必要ありません、直球ストレートでパン、私の体はパンでできている。いや、もう食パン前ほんとにめっちゃ恥ずかしかった。だってさ、他にも絶対何かあったはずなのに、私パンしかキャラないのかなと思って。48サードシングル大好きな人、パンのイメージ本当に、昔レモンになりたい先輩、私レモンになりたい先輩の生写真めっちゃ集めてました。どこ行ったんだろう、でもあっちに多分しまってあると思います。パンマンのイケメン設定が謎、どんなんだっけキャラが。
アンパンマンの歌でさ、なんか美味しいパンを作ろうみたいな歌があってね、それを聞くといつもパンが食べたくなる。食パンマンは塩顔だよね。塩味ついてないのに。でも食パンって結構塩味しません？食パンマンに塩顔とかあった？待って待って、食パンマンに塩顔とかなくない？そうだっけ、結構濃かったくない？何パンが好き？食パンが好きですけど流れ、カレーパンマン何枚切り買う？4か6。あ、でもなんか食べ、なんかバターで食べるときは4とかだけど、そのまま食べるときはなんか結構細かい。細かめかな。塩顔は男子。え、食パンマンってそんな設定だったっけ？うん、蜂、なんかそのまま食べるときは蜂。ダブルソフト、正直ダブルソフトかな。4なんてある？ある、めっちゃね、分厚い。長見のパン食べたことありますよ。めっちゃ美味しいよね。なんか岡山の駅の近くにあって美味しかった。イーストフードって何ですか？そう、なんか生食パンみたいな。美味しい。長見広島でもあるの？初知りや。あ、長見広島にもあるっていうので思い出して全然書けないんですけど、この間ね、みちゅがなんかバターケーキ流す、なんかわかんないけどバターケーキをねくれて、めっちゃ美味しかったの。並ぶらしいです。どこの何だったか忘れた。長崎堂のバターケーキ、そう、めっちゃ美味しかった。びっくりしました。あれ本当に美味しい。なんか何言ってるかちょっとよくわかんないんですけど、カステラみたいだった。本通りにあるのバターケーキ、本当に日曜以外言ってる。へえ、めっちゃ美味しかったの本当に。スープに食パンつけるのあり？うん、まあでもつけないもの好きだけど。いつも広島駅でアンデルセン買って帰るんだけど、広島駅にもアンデルセンあるんだよね。どういうこと？どういうことだ？あ、さっきパン。あ、東京駅あるんだアンデルセン。知らなかった。
パン焼かない派。まあどっちでも好きです。アンデルセンが全国区なのを初めて知って、アンデルセンで働いてるのめっちゃ幸せじゃん。野上って何やって調べたら近所にあって衝撃受けてる。食べてみてください。ねえ、食べ物の話してるとお腹すく。今日はキウイを買いました。スープ作って肉焼いたついでにキウイそう、スープ作るついでにキウイをね、スーパー行ったから短冊書こうと思ってキウイを買って、ゴールデンキウイですか、何ですか、なんかね、キウイ、昨日キウイの話してたからさ食べたくなって、なんか黄色のキウイの方が甘いって聞いて買ったんですけど、なんかまだ硬くてまだなんか硬くて全然大体売ってるやつってあんまり熟してないよね。キウイは鳥が先。あ、そうなの？キウイが先かと思った。ん？フルーツが好き。磯貝さんお肉って言う審査に肉焼いて。お肉って言う時と肉って言う時あるよね。なんか何にで使いを受けてるのかわかんないけど、そういうのってあるよね。弁当っていう時と弁当っていう時とみたいな。お高い肉はお肉って言っちゃう。そう、あんまり気にしたことない。お肉食べたい、君と食べたい、ゆけゆけ私をどんどんゆけ。長崎のまただけきついとしてどういうこっちゃ。あー確か、確かにって言おうとしたけど分からん。あんまり意識してお肉の会話したことない、そんな命名の人と。東海地方といえば松阪牛ですね。そうなの？そうなんですか？母さんとは言わなくて、まあ、かのママって言ってるんですけど。牛肉と豚肉だったら豚肉が好きです。飛騨牛、あまり肉の違いわからない。あ、また肉だって。あまり肉の違いわからないですよね。なんか
鶏肉、鶏肉か牛肉かの判別はで割とできるようになってきたんですけど、マザーファザーって呼んでる特に意味はない。え、でもなんか小学校の時にすごく頭のいい子が父上母上って呼んでて、え、絶対キャラやんと思ってって、 そんなことあるって思ったけど、めっちゃ素で呼んでらっしゃって、あ、すごい育ちがいいんだろうなと思いました。いや本当に、同級生にいなかった、いるいるだと思うんですけど、父さん母さん、いや、なんかちっちゃい時はママパパって呼んでて、なんか小学校高学年か中学校1年生ぐらいの時におばあちゃんに、あ、ふっかきって言った、おばあちゃんになんかお父さんお母さんって呼ばないと恥ずかしいよみたいな言われて、いやそっかみたいな、そっかみたいな、なんか恥ずかしい、なんか数回お母さんみたいな呼んでみたことあったけど、すごい開き直るよ、中3ぐらい、中2、中3ぐらいで開き直って、なんかママって言った方が可愛くないと思って、まあ、治んないし、絶対ママって呼んでたら可愛いし、女の子だしっかないみたいな。いや、治ってもうママって呼んでる。急に母親も変わるね。え、そうなんよ、お母さんって呼ばないのって言われて直そうと思っても、うん、あんまり、ママパパの道は取らなかった。ね、長年の呼び方を変える瞬間勇気いる。本当に。それはそう。インテックス行きます、待ってます。カノンのことママと呼ぼう。カノンママ感ありますか。ひっくるめてうちの親呼びやんやん。とりあえず奥さんはハニーって呼んでる。
いいですね。親父、おふくろって呼ぶようになるタイミング、確かに親父とかおふくろって呼ぶタイミングがあるんですか？人生において恥ずかしくない？なんか急に。なんかある？父ちゃんか、クレヨンしんちゃんに影響されて呼び方それにすることある？ママからお母さんと切り替えるのが恥ずかしくて親のこと呼べなくなった、やばい。それはもう、ハートありがとうございます。お父かんって呼んでた。みんなそれぞれですね。自分のこと僕って呼んでそう。あー、僕って呼んでる時もなきにしもあらずだったけど、私って言った方が可愛い、あ、カノンって言った方が可愛いみたいになってて、なんか今カノンです。てかなんか癖がついちゃったらさ、だいたいそれになっちゃうというか。我が輩は、あとね、 Y って言ってしまってよくファンの人に怒られるんですけど、なんか Y はもう癖っていうか、 Y はみたいな。あーちゃんにもね嫌がられるんですけど、拙者猫。いや、なんかなんだっけな、うちは小学校の時に言ってた。かのちゃんが私って言ってた。本当に？足。なんかさ、マジで足って言ってるよっていう、足って聞こえてしまうから、それは本当にごめんなさいなんですけど、リップに、あ、なんじゃ、なんだっけ、朝ごはん天ぷらぐらいのレベルでめっちゃどうでもいい。私が早口になっちゃって足ってなっちゃうだけです。呼んだ。ゲル。ワイが結構主流。へえ。北海道が見てる。ありがとう。本当ありがとうございます。こんばんは。織姫がここにいると聞いて面白い。ベガとアルタイルはどっちが織姫ですか？ワイっていう、ワイ、さっきもワイが多いって聞いた。お、ごめん。
ベガ。じゃあアルタイルが飛行士ですか。いやなんか Y は多分なんか友達感覚でなんか使ってて映ったね。北斗メガって何、さっきからカノンって子に会ったら、いやカノンねあんまりね、あだ名をつけてしまうから結構頻繁に呼ぶような仲になったらあだ名になっちゃうから、あだ名そのなんか短めの名前2文字とかってあんまりあだ名ってならないんですけど、あだ名をつけることが多いのであんまりその名前が同じ子に名前で呼ぶことはないという。いう感じですね。ドゲンとか、そうそうそう、ドゲンとかコッココとか、いやなんかドゲンにコッココって呼んでて、コッココって呼びすぎて周りの子がみんなでコッコッコって言うようになってきたから、のげんがカノンが呼んでくれてたのにみんなが呼ぶようになったから、なんか違うあだ名考えてって言われたけど、あだ名ってそんなにパッて思いつくものじゃないからね、わかんないと思って最近はねどげんにしてる。マイキューなんかクエスチョン読み、確かにクエスチョン、キュンちゃんかクエスチョン、キュンちゃんというかキュンかクエスチョン、ガバイって言った。そう方言がねあだ名になった、私がその方言にハマってた時があって、ドゲンのドゲンは田中かほこちゃんで、そうドゲンの喋る方言にハマってたことがあって、可愛いねっていう話になって、ドゲンがいっぱい方言教えてくれてた時に、バーリシェカラシカみたいな、シャラシカッタイみたいなのをいっぱい教えてくれた時に多分ついた。シャーシカッタイよく言える、カノンシャーシカッタイ、シャーシーって言われ言われます。そう方言、ドゲンは普段方言強い、うーん、うん、帰った後とかバッテンとか言うよ。キッキョン方言、キッキョン、最近はキッキョン聞いてないからちょっと寂しいから聞きたいですね。シカラシカ、いやシャーシカチーみたいな、ちょっと分からんけど、シャシーって言われる。
バッテンってさ、あれにしか聞いたことないんだけど、でんでんハリューバー出てくるバッテンみたいな、でしかバッテンって聞いたことなかったから、バッテンって本当に言うんだと思って、でんでられんけん出てこんけんみたいな、知らないの？初耳？何の歌？何それかわいい。なんでみんな知らないの？みんなちっちゃい時テレビ見なかった人たちなのかな。眠い寝ていい、どうぞ、おやすみ。デンデラリューバー出てくるわって、デンデラレンケン出てこんけん、コンコラレンケン、コラレラレンケン、コンコン、デンデラレン、デンデラレンバッテンみたいな、早口で歌うやつ、そうだっけ、ちょっと覚えてない。早口はジュゲームとかだった気がする。めっちゃ懐かしい日本語で遊ぼう、すっごい、もうなんか数年前に日本語で遊ぼう久しぶりに見たら、なんか謎のなんか新しいなんかコーナーが始まってた。5文字文字みたいな、7文字な文字、5文字文字っていうやつが始まっててびっくりした。そんなのあったっけなと思って、私の時はジュゲーム永遠に言ってただけだった気がするのにと思って。あとチャチャツボチャツボチャツボにゃ蓋がないみたいな、動きが、じゃあ、5文字文字、7文字な文字、5文字文字っていうやつだったんや。ジュゲーム、ジュゲーム、永遠に言うの。あ、ちっちゃい、ジュゲーム言えない。まずジュゲームがない、ここから。ジュゲーム、ジュゲーム、5個の水系、開催水系の裏、風来松、雲来松、風来松。グーネルとこに住むと、これ、油工事、油工事、パイパパイパパイパ、シェリガ、シェリガのグリーン、グリーン台の、ちょっとわかんないや、忘れちゃった。ふないまつ、ないまつみたいな、おーね、わからん。わあ懐かしい。ずいずいずくろばし、こまいそうで、めちゃ見てたからね、懐かしいですね。ワクワクさん終わったのショックだよね、本当にさ。リちゃんとプリキュア重すぎんなんかお母さんと一緒なんだっけ、スプラピスプラパスプラピブー、喧嘩したって泣きべそかいたって、明日になったらってやつですか。
そうだよ、スプーンめっちゃ好きでスプーンのラップ持ってた。スプーラピスプーラパスプーラピプー、トンネルくぐってくぐってってやつ。団子三兄弟はね、私わからないんですよ。トーマスもあんまりわからない。お母さんとお父さんが帰りが遅くて、だからずっとEテレ見てましたね。団子三兄弟の次のやつ、団子三兄弟はね、まだね、ギリギリね、めっちゃギリギリ、ちっちゃくて見てない。ハッチブッチとかわかんない。お尻かじり欲しい、かじってかじって。泳げたやきくんはね、最近でもねやってたよ、テレビで。毎日てかパパが歌ってたもん、ずっと。毎日毎日僕らを、てだってお風呂のね、パパがずっと歌ってるのだから耳に残るの。ケンタロウお兄さん、ストレッチマンもね、なんか懐かしいですね。ピラミキーノ懐かしい。ピラミキーノの時間が変わってからは全然見てなかった。時間変わりましたよね。時間が変わる前までは結構見てたんですけど、なんか時間変わっちゃって見てない。ピタゴラスイッチ、天才テレビくん大好きだった、めっちゃ。私あ、なんだっけ、ちょっと同棲しちゃった。歌詞は出てくるけど曲名は出てこないわ。夢の力、めっちゃお箱。誰世代、鎮西鈴鹿さんとかの世代です。カラフルっていう曲がすごく好きで、今でもなんか結構お風呂入りながらとか歌ったりしてる。オレンジ太陽、青い翼、校舎の窓かな、君が見える。スイエンサーはルーリーさんでしたっけ、が出てた時、その前言ってたマリー&ガリーの時鳥ちゃんね、ドリームファイブとかの世代です。メノリディチューバックさん、パッチャンバンバーイナイナイジャカルタパットンパンクラケットンタンの人でしょ。めっちゃ可愛かったよね。最近もね、よくね調べてみたりしますよ。シャキーンめっちゃ懐かしい、やば。いいんですよ、今にゃんちゅね、よく SNS にいます。
ダチョウ倶楽部さんが天てれ虫、安田大サーカスさんの時とかめっちゃ見てた気がする。もしかして令和生まれ、白くしわしわまだバレる。ガチャガチャポンとかポンキッキーズとかよくわかんない。最近人変わってるね多分。プリンプリン物語なんじゃそれ。この服よく着てる気がする。確かになんか洗って畳んで着てしまういつも。あるあるだよね。ポーツポーツ雨が降りゃって、チャキンポーアップ見つけた。あーなんか聞いたことある。見つけたってなんだっけ。ポニョの歌。ポニョポニョポニョ魚の子ってやつでしょ。私も私が行きます。待ってます。丸物を着て懐かしい。紅白とか出てましたよね。今日誕生日。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear 欠席くんさん、 Happy birthday to you、 おめでとうございます。ふくんがあんなに大きくなるなんて、多分皆さんも大きくなってますよ。欠席くんで会ってたのかも。おめでとうございます。鷹の爪大丈夫。58分。鷹の爪知ってると思わなかった。鷹の爪最近やってたよ。そんな最近じゃないけど、ビットワールドとかでやってた気がする。違ったかな。え、ビットワールド懐かしい。めっちゃ好きだった。マカロン、マカロンなんとかみたいな。困った時にはいつでも呼んでて、キュートな私が懲らしめるわ。Yes, yes. なんじゃいます。いきます。13位スエン、あ、間違えた。13位ナシュさん、12位スエンさん、11位タラチュさん、10位カノンのクマちゃんと配信ではちゃんと客司会と呼び捨てでした。9位鍋のうなつさん、8位りゅうちのおこみさん、7位とめおきさん、6位かしわぎまさきさん、5位つどちゃんさん、4位たけしょうさん。
3位吉田健一さん、2位みんなの夢が叶いますように、3位1位おそろちさんでした。ありがとうございました。お、待って、なんか2個ついてる。あ、おそろちさん、待って、書く時間があるかどうかがわからない。それを先に紹介してきます。みんなの夢が叶いますようにさん、ありがとうでした。ビヨンビヨン、おじじ、ちょっと待ってね、いけるかね。なかった、ありがとうございます。おそろちさん、みんなの夢が叶いますようにさん、ありがとうでした。皆さんも夜遅くまで配信見てくださってありがとうございました。今日も一日お疲れ、明日も頑張るな。皆さん明日も早起きですか？頑張ってください。1週間頑張りましょう。